やに量、特にあの遅植え遅収穫の奥手の稲が豊作。なかなか普段羽根付きというものをやらないのですごく難しかったです。今までできてなかったことをやるという場面が出てくるかと思いますので、まあ、そういった面では経験になったかと思います。成人としての自覚というか、なんか自覚を持ってもうこれからなんか生活していきたいと思います。表彰状最優秀賞、トーツクは全容を見せて羽日和、はい、おめでとうございます。